こんにちは、のぶです。では907日目、逆足左足のアウトサイド連続100回挑戦ということで、今日もアウトサイド挑戦していきたいと思います。なかなか最近だと、なんだろうな、なかなか、まあ後半、まあ特に最後の方にこう、まあ、30回やっといけるぐらいの感じなんですけど、そのね、途中がなかなかうまくいかなくって、ちょっと苦戦しています。なかなかこう、なんだろう、自分のこうボールとの距離感がつかめていなかったりとか、ちょっと上半身と下半身がなんかちぐはぐになっていたりとか、ちょっとね、ただ多いので、ただまあこれもやるしかないと思いますので、もうやっていきたいと思います。では今日も頑張っていきます。では今から5分間ですね、やっていきたいと思いますので、ではちょっと待ってください。今セットをしますね。5分間。よし、では行きます。今から5分間やっていきます。そうなんですよね。なんでだろうか。
たんだろう。で今日は、そうですね、30いかなかったですね。27回と26回ぐらいがまあ最高で、なんでだろうかな、本当。なんでだろう、ちょっとわかんないですね。ちょっともう一回今日の動画見て、何がいけないんだろうかなって考えたいと思います。まあなんだろうな、まあ、底上げはできているのかなと思うんですが、ただね、ミスするポイントはいつも一緒で、足のその靴のミートする位置が本当はアウトサイドなのでこの辺じゃなきゃいけないんですけど、内側に入っちゃったりとか、特にこっちのかかとの方でこう当たっちゃってっていうのがあるので、どうすればね、うまくこう同じ位置に当たるのかっていうところなんですよね。そこをなんとかね、うまくいければと思います。まあでも、まあ、今日は今日で、そしてまあ動画をちょっと振り返りながら、まあ、前に進んで いければいいかなと思っています。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。まあ最近ちょっとこうやっぱり昼寝ってめっちゃめちゃいいですね。こう疲れが、あの、この体力が回復しますよね。ほんの数分でもいいので、皆さん昼寝するとめっちゃ体力回復します。本当おすすめですね。本当に数分、もう1、2分、2、3分でもいいんですけどね、やると目つぶって、そうするとやっぱり体力回復して気持ちがいいです。皆さんおすすめです。ということで今日はこの辺にしたいと思います。1日24時間、まあ、限りある時間、お互い大切にしていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。失礼します。